皆さんこんにちは、木戸ゆうきです。今回は葛城市にあるカフェ&ランチエフタスをご紹介します。旬の食材を使った家庭的なメニューが人気なんだそうです。今年の2月にオープン1周年を迎えたお店には、ほっとするひとときを求める皆さんが日々訪れているそうですよ。落ち着ける、ゆっくりとできる空間って本当に素敵ですよね。こちらへは近鉄新庄駅から徒歩およそ3分で来ることができます。それでは奈良食めぐり伊藤菓子オープン。本日ご紹介いただくのは小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林です。小林さん、白を基調とした洗練された内装でありながらアットホームな雰囲気も感じるんですが、こちらは小林さんお一人でされているんですか？いえ、主人と二人で。はい、そうなんですね、はい、ご夫婦でされているんですね。だからこその温かい居心地の良さというのもすごく感じます。ありがとうございます。そしてこちらは家庭的なメニューが人気だと聞いているんですが、どのような特徴がありますか？はい、塩麹など発酵食を少し取り入れて、はい、優しい味付けに、はい、しております。ありがとうございます。もう優しい味付けというポイントも、そして発酵食というポイントも、腸活なんかを気にしている私はすごく嬉しいです。よかったです。それではご用意いただいてもよろしいでしょうか？かしこまりました。はい、よろしくお願いします。早速ご用意いただきました、週替わりランチになります。内容はね、だいたいメインと副菜2つ、それが毎週変わりますね。でキッシュとご飯33穀米ですが、はい、それは必ず。そしてサラダとスープも、はい、ついてるんですね。このねトレが出てくるとわーってちょっとテンションが上がってしまいます。ありがとうございます。この本日のメインは何ですか？豚ロースの青じそクリームソースになります。すごい気になるソースがかかってますけど、では早速いただきたいと思います。どうぞ。柔らかい感じがしますね。塩麹で、はい、下味をつけてるからお肉が柔らかく。そうなんですね、はい、ではおいしい。よかったです。クリームソースと青しそってこんなに合うんだって思いました。あ、結構やっぱり和と洋と合わせると化学反応じゃないですけどもね、そんな感じになるかと。じゃあこちらのソースとかも考えられたのは小林さんですか？そうですね、主人と2人でああじゃないこうじゃないと言いながら。例えばこってりしたソースとかだと豚肉のね味っていうのは消えてしまいそうな気がしますけど、こちらだとしっかりと素材の味っていうのもお肉の味も感じられます。そうですね、やっぱり塩麹っていうのが効いてるんだと思うんです。うん、麹の中にいろいろな麹はあるんですよ。全てそれは自家製で、あ、その料理によって使い分けできるようにしています。すごい、美味しくても浸ってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではせっかく他にもたくさんあるので副菜もいただいてよろしいですか？はい、こちらの副菜は何でしょうか？それは生ハムと玉ねぎのマリネになります。ちょっとさっぱりと。そうですよね、はい、お酢を使ったメニューがいただけるのもやっぱり嬉しいですね。マリネでもお野菜、そして生ハムもいただきます。うん、マリネもお酢が全然強すぎなくて優しい味わいですね。実を言うとあんまり私も酸っぱいものがね、うん、ちょっとあんまり苦手なんですが、やっぱりお酢とかは体にいいから、とりあえず全てのものをこう食べやすく、で最後に美味しかったって言ってもらいたいからね、はい、そういうふうに工夫はしてるつもりなんです。はい、やっぱり酢が強いと苦手だなって感じる方も本当にいらっしゃると思うんですけど、めっちゃ好きです。ありがとうございます。タッパに冷たいぐらい。
こちらの副菜も教えていただけますか。はい、ブロッコリーとベーコンポテトのアンチョビ炒めとなっております。隠し味はアンチョビかな。隠れてましたかね。隠したんですけどね。ありがとうございます。はい、こちらのね、美味しそうなキッシュがいるんですよ。本日はほうれん草とベーコンのキッシュになってます、うん、キッシュは週替わりプレートのレギュラーメンバーですか。そうです、そうです。内容的には変わる場合もあるんですけども。なるほど。そしてご飯もご用意いただいておりますが、はい、お米の方は奈良県産なんですけども、33穀米っていう雑穀米を取り寄せてブレンドしてます。ブレンドして炊いてくださって、はい、そしてスープもありますが、はい、こちらはお味噌汁を洋風にアレンジする感じに作ってあります。バターとかを使って和にも合うし洋にも合うしっていうような今回はスープにしてます。そうなんですね。お味噌汁にバターを入れてくださってるんですか。へー、でもこんなに味のバリエーションだったり自家製の塩麹もいろんな知識とか技術っていうのも必要になるんじゃないんですか。調理師免許はもう以前に持ってまして、はい、今まだその麹、発酵食についてまださらにちょっと勉強をしている感じになりますね。このような優しい味付けが嬉しいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、普段はご年配の方やママ友様、お友達で来ていただくことが多いですね、はい、なるほど。これからもまた、ね、週替わりのメニューですから、はい、でも通う楽しさもありますので、皆さんお見逃しなく。続いてご用意いただきました、フルーツたっぷりフレンチトーストになります。はい、その名の通り本当にフルーツがたっぷり乗っていて、そりゃこんなにいい香りするよなっていうぐらい今満喫してるんですけど、はい、いちごも乗ってるんですね。はい、その時その時の旬のものをこう入れて。ありがとうございます。早速いただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。わー、すごい、フレンチトーストもプルプル。せっかくなので旬のいちごも一緒に。では、すっごい美味しいです。よかったです。食べてももうくまなく卵液が染み込んでるなというような印象なんですが、卵液をちょっと人肌にこう温めて、でそれを一晩漬け込んでっていう形ですね。そうなんですね。でもその手間があってこんなにもう隅々まで卵液が行き渡っていて、しっとりしててめちゃくちゃ美味しいフレンチトーストになるんですね。そうですね、やっぱり一晩漬けるとすごい全部この卵液がなくなってるんですよ、朝になるとね、ええ、そのくらいやっぱ染み込みますからね。そうですよね。でもそんなに染み込んでたらやっぱりやわやわ焼く前はなので、焼くのって難しいんじゃないですか。もう主人が、なるほど。すごい、もう優しく焼いてくださるんですね。いやいや、そうですね。周りのこんがり部分がちゃんと食感は残っていて本当に美味しいですよ。そしていちごもやっぱりフレッシュさと美味しさ、ジューシーさで、もうそこも感動しました。そうなんですよ。いつも高田の今徳さんという製菓屋さんからお野菜とかフルーツとかを厳選して持ってきてもらってますからね。プロの目で選んでくださったものを仕入れて、はい、でこんな贅沢なフレンチトーストにしてくださってるんですね、はい、でも本当に美味しいので、ちょっとフレンチトーストのパン部分だけでもいただいてみていいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。うん、見た目もすごく贅沢で豪華で嬉しいのに、いや、その価値以上の美味しさと感動が本当にちょっと皆さんあります。でもこうやって、今回はイチゴですが、その旬によってね、フルーツも変わるということなので、そうなんですね。またデザートでも通う楽しみっていうのがありますね、うん、ありがとうございます。はい、もう春を感じる美味しいフレンチトーストをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで
私木戸優希がおすすめのメニューをさらにご紹介します。まずはこちら、朝の人気メニューモーニングプレート。厳選されたパンのトーストと目玉焼き、ウインナー、サラダ、ヨーグルト、そしてフルーツがついたボリューミーなワンプレート。コーヒーはここでしか味わうことができないオリジナルブレンドです。続いてはこちら、お店特製の煮込みハンバーグ。たくさんの野菜を煮込んで作られた自家製ソースはゴロゴロと野菜が入っているのが美味しさの秘訣。ハンバーグは 180g で食べ応えがあるランチメニューです。そしてこちらはデザートメニューのシフォンケーキ。ふわっふわで口当たりが優しいこちらのシフォンケーキはデザートタイムの人気メニュー。ケーキはオレンジ、アールグレーの2種類から選ぶことができますよ。ここからは店舗情報のご紹介です。駐車場は店舗前に3台分のスペースがあります。近鉄新庄駅から徒歩およそ3分の場所にあるのも嬉しいですよね。続いては店内、白を基調としたシンプルで美しい空間が広がります。それぞれテーブルの間隔にゆとりがあり、ベビーカーも安心して持ち込むことができますよ。ランチタイムは満席になる日も多いため15時頃に訪れるのがおすすめだそうです。ご予約をしていると安心ですね。店名は家族と発酵食、それぞれの英語の頭文字を足してエフタス。柏市でバーを経営する小林さんの息子さんが名付けられたそうです。心温まるお料理でほっとするひとときをお過ごしください。それでは最後にこの番組をご覧くださっている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。はい、当店では貸し切りの方もご予約受けたまっております。ご気軽にご連絡ください。貸し切りの際はお料理がバイキング形式になるのが人気なんだそうです。小林さん、本日お忙しい中本当にありがとうございました。ここでプレゼントのご案内です。今月はカフェ&ランチエフタスより週替わりランチのお食事券を3名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ホームページの応募フォーム、またはご覧の E メールアドレス宛てに必要事項をご記入の上ご応募ください。応募の締め切りは3月31日です。皆様からのご応募お待ちしています。小林さんご夫婦の温かみや丁寧さが伝わってくるとっても美味しいお料理をいただきました。そんなカフェ&ランチエフタスの意図お菓子ポイントは、食材の旬や新鮮さ、素材の味を生かしつつ体にも優しい味付けの週替わりランチです。自家製の塩麹などを使ったメイン料理や副菜はもちろん、パイ生地までサクサクのキッシュ、そして33穀米も嬉しい、バターが入った洋風のお味噌汁も皆さんにぜひ飲んでいただきたいです。またフレンチトーストの美味しさも一級品、フルーツとの相性も抜群ですよ。落ち着いたおしゃれな店内で至福のひとときを過ごせること間違いなしです。皆さんもぜひお越しください。それでは次回の奈良食巡り伊藤菓子もお楽しみに。